それあなたがそんなこと解決できるぐらいだったらもうとっくの昔に解決しろって言いたいですね。そんな人の悩みが自分の悩みだろ。やろうとしてる仕組みって、はい、もうすでにやってる人がいるんですか？委託でという形ではないと思います。ない、はい、でこれじゃあもしそうだとしたら、はい、多分流通の中ですごく画期的な話かもしれないでしょ。実際この企画を持ってある店舗さんに行ってきました。2店舗今のところ賛同いただけるところがあったんです。それは収益を目指すんじゃなくて子供たちのためにもなるし、なんかこういったそのコミュニティっていうのかな、ボランティア団体っていうのかな、そっちを目指してやった方がいいんじゃないかな。いやでも須藤さんそれを目指してるわけじゃないでしょ。そうじゃないでしょ。持ち寄ってね、だってそのボランティアって言い始めたらおしまいだから。この話はそうじゃなくて、あなたやっぱりこれをビジネスにしたいんだよね。そうです、うんうん、でもねビジネスとしては無理だって言ってもう絶対無理。どこが無理なんですか？うちが今16拠点あってオンラインにしてるけども、それのコストって言ったらもうそんな毎月何百万ってコストかかるんだよ。最終的な目標はあなたはこの一つの店を持ちたいということだけなの？その先はゆくゆくは、うん、そういった形のシステムを、うん、全国、うん、もうそんな先まで聞くのはねかわいそう。彼女に対して、いやかわいそうじゃなくて、うん、あの聞いてあげましょうよ。南原社長いかがでしょうか？上口さんは中身も優しいと思うけど口も優しすぎるね。商売としてその自分がこう人を気持ちよくするような商売には本当に向いてると思うし、そのエンターテインメントも向いてると思うけど、これが寄付してほしいっていうんだったら寄付するんだけども、まあその寄付以外の3つにはちょっと残念ながら僕のこう物差しの中には乗らなかったな。でも本当にいい人だし話は気持ちいいし、みんなをこうなんて言うんだろう、気持ちよくさせる言葉遣いだとか素晴らしいものを持ってるから、まあ、これからも本当に今まで通り頑張ってくれた方が僕は期待を持てると思う。今日は残念ながらナッシングです。岩井社長お願いします。はい、なんか久しぶりに昔の人たちとやってみて一番最初に感じたことは17、8年前に戻ったなって自分で思っていて、何が戻ったのかっていうと、やっぱり他の社長が言ってることが理解ができないんですよ。自分が理解ができないって言ったらおかしいんだけど、なんでそういう言い方になるんだろうなとか、でそれが昔と全然変わってねえなって自分で思いました。僕にしてみたらまだ言葉が上っ面だな気がしてるのね。で長くなったけど、とどのつまり51歳って結構な年じゃないですか。でも僕よりは9つ下なんで、社内ベンチャーね、いい社内ベンチャーでしかやんないよ。出します。なんか腹立ってきたわ。ごめん、あなたに腹立ったんじゃなくてね、なんだかよく分かんないけど、皆さん応援したいっておっしゃってるじゃないですか。で応援することは簡単なんだろうけれども、結果として僕今の上口さんが自分で何かやろうとしてもダメだと思うんだよね。途中でダメになる可能性も結構あると思う。僕それはダメになる可能性ってのは僕と上口さんが噛み合わなくなる可能性、うん、あると思ってるんですよ自分で今。あの純粋に 100% 上口さんのことをすげえ僕今まだ好きになってないんだよ。悪いけど、だったらやめといたら。いやだからやるんです。それはおかしいよ。おかしくない。今南原さんが言ったように今の時点でそうならやめとけばっていうのは全然僕はそういう感覚にならなくて、だってたかだか1時間とか1時間半でお互いの人間の本質が分かるわけないんだよそんなの。だからやってみればしょうがない。番組自体やめたら、うん、だったら番組自体やめたら。いや そういうことじゃないと思う。1時間で分かんないだったらやめたら。じゃあ南原さんっていつも1時間で分かってたの？分かってた。分かろうと努力して出したのはじゃあ全部成功したの？分かろうと努力して。いや努力したにしても成功してないものもあんじゃん。そうかな。そうだよ。じゃあ並べてみればいいじゃないですか。ある意味の成果は出してる。え？ある意味の成果は出してる。ある意味って何ですか？うん、それを岩井さんに言う必要もない。いやそれは意味わかんないわ。いや南原さんが投資した人だって失敗した人だっているじゃないですか。でそれをして自分でやってきたことをだったらやめたらっていうのはおかしくない？
言葉尻を取られてるようで申し訳ないけど、はい、そもそもが気に入ってない、理解もできてないその人に対して社内ベンチャーで仕事をさせる、それっておかしいんじゃないかと思う。これはあくまで僕の意見、うん、他の人はどう思うかは知らない、うん、だから南原さんの意見としてはいいんじゃないですか、うん、でもだったら番組辞めたらって言われる筋合いはないけどね。まあ筋合いじゃないな。何？それはあくまで僕の意見、別にどこにも筋を通そうとかと思ってないし。だけどもう一回言うけれども、うん、だったら辞めたらって言うけど、あなただって別に全てを成功してきたわけじゃないじゃん。僕はね、成功よりも失敗の数の方が多いんじゃないかと自分で思っている。はい、だ全て成功したどころか人生の中でかなり多く失敗している。だから後悔はたくさんしている。あの時こうしとけばよかったね、それの連続ですよ。決して僕は誰にも成功したとは言っていない。だから上口さんに対して決して上から目線で言うつもりもないし、本当にたくさんのことを後悔している。だから少しでも後悔しない人生を歩んだ方がいい。マレーの虎の収録の時、どの社長の方がいるとやりにくかったとかありますか？もちろんあります。もうあの南原さん、はい、もう南原さんが一番やりにくかった、はい、理由は一つで、全体の半分以上南原さんが喋ってるから、はい、だからすごいやりにくかった。でも南原さんとはとっちょ長いやつです。はい、はい、お願いしますと言っておきます。よろしく。